パイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日はですね、目指すべき目標によって戦略というのは大きく変わりますよということについてお話をしていきたいと思います。対象は製造業、 B2C、B2B 問いません。一般的な製造業、ジェネラルに製造業全般というふうにしておきたいと思います。でターゲット市場はですね、特段、指定する必要もないんですが、強いて言うなら新興国というふうにしておきたいと思います。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店、アマゾンでお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、それでは早速お話をしていきたいと思いますが、目指すべき目標によって戦略が大きく変わるというこのお話なんですが、どういうことかというとですね、戦略というのは個々の企業によってそれぞれですよね。でもちろん同一インダストリーで同一ターゲット市場に出るときは大体こう戦略が似通ってくると、大体こういう傾向であるというのはもちろんなんですが、戦略を作る上で非常に重要なのって時間軸と求めている金額規模なんですよね。横と縦の軸ですけども、図をちょっと見ていただいて、このスライドの通り何年でいくらやりたいのかによって戦略っていうのは大きく変わってくる。例えば、3年で100億やりたいのと、3年で1億やりたい、これはもう全く戦略の中身は変わってくるわけですよね。3年で例えばベトナム市場で100億やりたいって、これほぼ不可能なので、もう会社買いましょうと M&A しましょうというのが戦略としては当然ながら考えられる。ただ一方で3年で1億ベトナムでやりましょうという中で M&A という選択肢は出てこないわけですよね。その先の戦略に向かっての目標に向かっての戦略であればありますけど、3年で1億やるために M&A する必要性っていうのは全くないので、自力でチャンネルを作って自力で顧客開拓して自力で達成しましょうという話になるので、このように時間軸と売上によって戦略の中身って全然違ってきますよと。なのでまたスライドに戻っていただいて、その自分たちが何年でどれぐらいの規模のビジネスを望んでいるのかと、でそれは現実的に望めるのかっていうことをまずベースにして戦略を作っていくってことを考えないと、なかなかその通りにはいかない。でよく日系企業にありがちなのが、本社から降りてくる目標数値は基本的に積み上げで敷かれているんだけども、なかなかそれをこう達成してできていないと。なぜならばその当初立てた戦略がですね、基本的には日本で成功した体験をベースに作った戦略を海外に持ち込んでいるので、なかなかそれが思ったように拡大していかない、想定通りに拡大していかないと。当然そうですよね。その例えばベトナム市場だったらベトナム市場に合った戦略を作んないといけないし、ベトナム市場で5年後にいくらやりたいのかってことを逆算して戦略を作んないといけないので、で、それがなかなかそうならない。5年経っても当初の目標にはいかないので、毎年毎年こう未達になっていくと目標数値っていうのはどんどん毎年変わっていくわけですから、それで結局達成しないっていうことになってる企業っていうのが非常に多いと。なのでやっぱりその何年でどれぐらいの規模のビジネスを望むのかっていうことをベースに戦略を立てる必要があって、でこの何年でいくらっていうのが本当に現実的なんですかと、過去そんなことを達成した企業が同一インダストリーで存在してるんですかっていうことも同時に見ていかないと、これ非現実的な数字をですね、日本でできたから当然この国でもできるでしょっていうことで目標を立てられたんではなかなかこう難しい話になるし、できないことに対して戦略を作るほど無意味なことはないですから、やる前から無理だって分かってることを無理やり戦略作ってやってみるんだけど、ほらやっぱ無理だったっていう話になるので、そうするとやっぱり現実的な戦略に落とし込んでいかないといけない。でこの図はですね、またスライド戻っていただいて、利益曲線 ABC とかって引いてますけども、結構その先進的なグローバル企業って一気にこう利益曲線 C までドーンとへこんで投資して一気にバーンと上に上がっていくような
あの戦略をしっかり描くんですよね。相当なリサーチをやって、相当な精度の高い仮説戦略を作って、でそれに対してしっかりと投資をして、投資をした分ガーンと利益を出すってことをやる。一方で日本企業は極端な話を言うと利益曲線 A みたいな、 あんまり赤字作りたくないんだよねと、なんだけども途中から C みたいな曲線に行きたいと、これやっぱりさすがに無理でして、まあ投資をしなければ当然リターンも利益曲線 A のまんま、こうあんまりこう成功が見られないと、少なくとも利益曲線 B ぐらいまでへこんでもらえればですね、これ矢印を上にグッと上げていくことはできるんですが、まあなかなかこう初期投資を嫌うというのが日本企業多く見られるので、まあ、そこはある程度投資をしていかないと難しいのかなと。で投資をするからにはやっぱりその戦略の精度を上げるということをしないといけない。でこの戦略の精度を上げるんであれば、この何年でいくらやりたいのかっていうことをまず明確に決めて、それが本当に現実的なのかっていう検証をしっかりすると。でこれが現実的なんであれば、その先の戦略をしっかり考えていくということに時間を費やしてもですね、決して無駄にはならないと思います。はい、それでは今日はこれぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。